から1977年1月31日は中華民国の軍人。古北軍出身で後に国民革命軍に属して北伐や反省解析派討伐等で活躍した。日中戦争期には軍事教育分野で活動している。救命脇。字は武器こり。番号は鈴り山老人。新末に。 両子市範附属高等小学を卒業後、陸軍、第21根性教、第41表所属の軍人となる。続いて、湖北陸軍特別小学、武将陸軍第3中学と進学し、何王金、谷正友らと同期になった。1911年10月、武将起義が勃発すると、万は、革命派として、上海に向かい、 古軍と特府特連署署長に任ぜられる。間もなく、湖北に戻り、湖北軍政府、作戦参謀検戦自走司令部特戦参謀として、関与防衛戦に参加した。中華民国成立前後に巨星の紹介で、中国同盟会に加入し、後に、国民党に加入し、1912年秋に、保定陸軍軍艦学校不評科第一期に入学し、 1914年11月に卒業した。その後、陸軍大学生息班第五期に進学し、1919年12月に卒業している。湖北省に戻った後の1921年春、小作品、李書城らの湖北自治運動に参加し、湖北特軍を占い元追放に尽力した。その後、万明る校は、 第21混成旅旅長夏と虎廃下となり、道旅参謀長に任ぜられて湖南省、流洋県に駐屯している。1926年、万明る公は夏と虎の命を受けて、広東省で、小解析に対面、夏の駅誌について話し合った。そして夏の第21混成旅は、駅誌して、国民革命軍学軍第一誌となり、まもなく、独立第14誌と、 改変、満は副市長兼参謀長に任ぜられている。以後、夏に従って北伐に従軍した。翌1927年4月、夏が反共空ーデターを起こして、幼鳥に敗北、暗記正康喜びに逃れて、新編第十軍に再編されると、満は同軍第一市市長となった。同年9月、新編第十軍が第27軍に改組 国抜後も夏の配下として、反将軍と戦闘を交えた。1931年1月、万明る公は、陸軍第13市市長に任せられ、夏と虎の指揮下で、公軍討伐に従事したが、この時は、大敗を喫死した。1933年、第13市を率いて、厚生省に移り、武州警備司令兼第8重大副指揮官として、 引き続き、公軍討伐に従軍している。1935年4月、陸軍中上区組を授与され、10月には、第25軍軍長兼第50体司令、第2水税区指揮官に昇進した。翌年冬、西安事件が勃発すると、小解析に随重していたマンも、長学寮らによって一時拘禁されている。1937年、日中戦争が勃発すると、 万明る校は、上海防衛戦に参戦した。翌年3月、軍事委員会召喚研究班主任兼、軍艦訓練団教育長に任ぜられる。さらに、第15軍団軍団長兼武官英寿、副総司令として、武漢防衛戦に当たったが敗北した。1939年1月、奇襲省準備で、陸軍大学教育長に就任し、後に、 同大学を重慶に移転させている。1942年6月、生徒で中央陸軍軍艦学校教育長に就任した。1945年6月、中国国民党第6期中央監察院に選出されている。1946年4月、万明る公は王、東原の公認として湖北省政府主席に任命される。翌月には、 同省保安司令と軍管区司令も兼ねた。1948年4月、小政府主席から退き、南京中央訓練団教育長に就任している。国境内戦で国民党の敗北が定まると、万は台湾に逃れた。1949年10月、革命実践研究委員員、勤務委員研修人に任ぜられ、さらに国民党中央改造委員会幹部、 訓練委員会主任委員も兼ねている。1953年、病気により辞職し、相当不国策顧問に転じた。なお国民党では、第7期から第10期まで、中央評議委員に選出されている。1977年1月31日、病没。去年87、ありがとうございます。